俺、黒木裕二は25歳のサラリーマン。昔、少しばかりやんちゃしていた時期もあったが、今は更生して真面目に働いている。聞いたよ、黒木くん。また営業成績トップだったんだって。はい、おかげさまで。いやいや、君の日頃の努力の賜物だよ。そんな君にいい知らせだ。なんでしょう。君に私の娘を紹介しよう。え？君ほどの男なら娘を安心して任せられる。歳も同じみたいだし、話も合うだろう。娘はとびっきりの美人だからね。楽しみにしててくれ。はあ、まさか縁談とは。唐突すぎる話ではあるが、他ならぬ社長のお願いとあれば拒否権はないに等しい。とりあえず会うだけ会ってみることにしたんだけど。顔合わせ当日。紹介しよう、娘の美琴だ。はじめまして、黒木と申します。社長にはいつもお世話に。こちらこそ、父がいつも。な、お前は白金美琴。そういうあんたは黒木裕二。この顔、忘れるわけがない。彼女、白金美琴はかつて俺の宿敵だった女だ。話は9年ほど前、当時ブラックサンダーズというチームで頭を張っていた俺は、小岩町制覇という目標を掲げ、日々構想に明け暮れていた。そんな俺たちの前に立ちはだかったのが、白金美琴率いるホワイトアビスだ。当時俺たちを除いて最も勢いのあったチームで、特に総長の美琴は女ながら喧嘩が超強いことから、白い悪魔の異名で恐れられていた。今日こそ俺が勝つ。覚悟しやがれ、白い悪魔。上等だ。黒い雷豪の無敗伝説、今日ここで終わらせてやる。抗争が起きるたび、俺たちトップも熾烈な怠慢勝負を繰り広げた。しかし結果はいつも引き分け。やるじゃねえか。お前もな。俺に負けるまで誰にも負けんじゃねえぞ。当たり前だ。決着つくまで逃がさねえからな。だが結局俺たちの決着がつく日は来なかった。その前に訳あって俺が不良を引退したからだ。まさか社長の娘が美琴だったなんて。紹介したい相手ってユウジだったの？こりゃ縁談は中止だな。俺と仲良しこよしなんてこいつが許すわけ。嬉しすぎ。は？今なんて。なんだ、二人とも知り合いだったのか。まあだったらなおさらいい。積もる話もあるだろう。邪魔しちゃ悪いし、私はこれで失礼するよ。そして二人きりになったわけだが、あれ、何話せばいいんだ。久しぶりですね。ね？なに、そんな改まっちゃって。いや、だって一応社長のご息女なわけだし。昔はあんなに暴れん坊だったのに、すっかり丸くなったね。おいおい、俺たちもう25歳だぞ。そりゃ丸くもなる。それもそっか。そういう美琴は今何やってんだよ。整体師。なんだと、あの美琴が人の体を治す仕事を。へへ、すごいでしょ。ところで、今日来てくれたってことは、彼女いないってことでいいんだよね。そうだよ。実は私もずっといないんだよね。そういうの苦手でさ。へえ、顔は可愛いのにもったいない。だからさ、私とお試しで付き合ってみない？は？ほら、お互いの黒歴史を知ってる者同士、変に飾らなくていいっていうか、気を使わなくて良さそうだし、私たちうまくやっていけると思うんだよね。言いたいことはわかるけど。嫌になったらいつでも別れていいからさ、まずは半年間お試しってことでどうかな。そこで、ふと最近実家の母と話した時のことを思い出した。息子が25年間一度も彼女ができたことないなんて、お母さん悲しすぎるわ。結婚とまでは言わないから、早く彼女を作って安心させてちょうだい。努力します。お試しといえど彼女は彼女。これは母さんを安心させるチャンス。よし、付き合おう。はい。こうして、俺と美琴のお試し交際がスタートした。その翌日。やっほー。なんでお前がここに。今日からここで暮らします。はい、よろしく。待て待て、なんでそうなる。
実家よりユージの家の方が職場に近いからさ。いや、自分で家借りろよ。ひっと、彼女にそんなこと言う？ぐっ。カップルなら同棲なんて当たり前でしょ。それを言われると。ああ、わかったよ。やったってことで、家具とかいろいろ買いたいものあるし、買い物行こう。はい、もう好きにしてください。その後、ミコトに連れられる形でショッピングモールにやってきた。洗面用具は揃ったから、次は…このネックレス、好きなブランドの新作なんだけどさ、高いからなかなか手が出なくて。まさか、俺に買えと？違う違う、今は無理だけど、いつか買えたらいいなーって。付き合って早々同棲が始まるわ、買い物に付き合わされるわ、これは先が思いやられるなと内心憂いていたのだが。翌朝。はい、これお弁当。え、俺のためにわざわざ作ってくれたの？ついでよ、ついで。一人分も二人分も大して変わらないし。それでも嬉しいよ、ありがとう。ミコトは毎朝お弁当を作ってくれた。他にも、ただいまーって、なんだこれ。今日休みだったからお掃除頑張っちゃった。すげえ、最近サボってたから正直助かる。部屋の掃除をしてくれたり、毎日美味しい夕飯を作ってくれたり、家事を率先してやってくれたり、なんだかんだすごく助かっている。いつもありがとな、たまには俺もやるよ。いいのいいの、こういうのは女の仕事でしょ。いつ悪魔から女神に転生なさったんですか。さらにプロのマッサージをタダで受けられるなんて、ユージは幸せ者だね。本当にな。でも昔は人体を破壊してた巫女が生体師になるなんてな。黙って。だとごめんごめん、俺が悪かった。わかればよろしい。でもユージといると思い出すな、昔のこと。確かにな、って言ってもやり合った思い出しかないけど。そんなことないよ、私たち協力したこともあったじゃん。なあ、そういえばあれは確かブラックサンダーズとホワイトアビスの5回目の構想で起きた出来事。ふっ、相変わらずやるじゃねえか。お前こそ。お互い仲間もボロボロだ、続きはまた今度にしとかねえか。そうだな。なっと、そうはいかないぜ。なんだお前ら。俺たちはシャバオーズ、お前らが潰し合って消耗したところを美味しくいただきに来たぜ。名前の通りシャバい奴らだな。うるせえうるせえ、ボロボロのお前らなんて怖くねえんだよ。まずいっすよ総長、いつもならこんな奴ら相手じゃありませんが、今はさすがに。それもそうだな。よし、じゃあお前らだけ逃げろ。あ、そんなことできるわけないじゃないですか、総長だってボロボロなのに。安心しろ、俺を誰だと思ってやがる。黒い雷号はあんな奴らに負けたりしねえよ。総長。行け。お前ら、総長の男気を無駄にするんじゃねえ、撤収だ。さてと、やるとするか。お前もしんがりか、奇遇だな、私もだ。くたばるんじゃねえぞ、お前を倒すのは俺なんだからな。こっちのセリフだ。くたばり損ないのくせにカッコつけてんじゃねえよ、お前らやれ。へばってんじゃねえか。あ、誰が、なんだよこいつら。なんでまだこんなに戦えんだよ、息もぴったりだしよ。ビビるな、イタチの最後っぺだ、数で押せ数で。来るぞ。言われなくても。ほれ見ろ。ここまでか。おいおい、もう諦めるのか。これ以上はもう。何か策でも。まあ、あるぜ。何それは一体。それはだな。逃げるんだよ。おい、なんで。仲間たちを逃がす時間は稼いだからな、これ以上あいつらに付き合う必要はない。そうじゃなくて、なんで私まで助けた。女を放って逃げるようじゃ男が廃る。女、私が。それに言ったろ、お前を倒すのは俺だって。どうした、顔が赤いぞ。うっさい、気のせいだ。その後、俺たちは無事追ってから逃れることに成功。ちなみにシャバオーズはこの1週間後に壊滅した。
誰が手を下したかは言うまでもないだろう。夏。ねえ、でも、なんで突然チームを辞めたの？私のこと倒すって言ってたくせに。なあ、それはだな。当時好きだった女の子に告ったんだけど、真面目な人が好きなのって振られちゃってさ。それがショックすぎて不良を辞めたんだ。え、失恋が理由？そうだよ。それからチームを脱退して真面目に頑張ったんだけど、逆に今度は真面目になりすぎて全くモテなくなってさ。ほう、よかったじゃん。よくないわ。そっか、好きな子のためだったんだ。ねえ、だって、じゃ、強いって。そんなある日、ただいま。おかえりー。みっこと。え、どうしたの？今日はどいた？って、ユージ、すごい熱。数時間後。あれ、俺なんで寝てるんだっけ？あ、そうか、帰ってきた瞬間そのまま倒れちゃって。みこと？もしかして、つきっきりで俺のことを。ありがとな、みこと。俺、すっかりみことがいなきゃダメになってんじゃん。ああ、水でも飲むか。そんなこんなで時は流れ、俺たちが付き合い始めて5ヶ月が経過。お試し期間終了まであと1ヶ月を切っていた。そんなある日。なあ、そうそう。明日の夜ちょっと出かけるから。どこ行くの？高校の時の同窓会なんだ。へえ、そう。私もう寝るね。ん？なあ、おやすみ。なんか嫌な予感。同窓会で再会した男女は恋に落ちやすいって言うし。高校ってことはユージが片思いだった子もいるんだよね。昔好きだった子と再会したユージは恋心が再熱して告白。向こうもまんざらでもなくて二人で抜け出しちゃったり。なんて、さすがに考えすぎよね。それから数日後。はい、そういうことなのでお願いします。ユージ。では失礼します。どうした？誰と電話してたの？なあ、会社の人。怪しい。それから俺は訳あって帰りが遅くなることが多くなった。ただいま。なんか最近帰り遅くない？ね、ちょっと仕事が忙しくてさ。いいけど、私先にお風呂入るから。いってら。やっぱり同窓会で好きだった子といい感じになって毎日ランデブーしてるんだ。この前の電話の相手もきっとその子。もうすぐお試し期間も終わるし、それまで隠し通そうって魂胆なんだ。そしてある日。ただいま、みこと。ちょっと話が。やーだー、別れ話なんて聞きたくない。は、別れ話？ユージの浮気者！なんで私がいるのに他の女の子のとこ行っちゃうの？何の話？私、ずっとユージのこと好きだったのに、なんで気づいてくれないの？いや、気づいてたけど。え、嘘！再会した時の反応とかその後の言動でなんとなく。でもそれなら私の気持ちに気づいてたのに浮気したってこと？ひどい！何を誤解してるか知らないけど、浮気なんてしてないよ。じゃあ毎晩遅くまで何してるの？バイトだよ。これ、みことにプレゼントしたくて。いつも支えてくれてる俺、サプライズで渡したかったから、バイトのことはずっと黙ってたんだ。え？私が欲しかった、ネックレス？なんで？ちなみに、この間聞かれた電話の相手は社長ね。事情を話してバイトの許可をもらってた。嘘！じゃあ、同窓会は？同窓会は本当だけど、普通に楽しく飲んだだけで別にやましいことはないよ。じゃあ、全部私の勘違い？熱っ！俺も不安にさせてごめん。でさ、本題はここからなんだけど、最初はお試しで付き合ったけど、今日までみことと過ごしてきて楽しかったし、もっと一緒にいたいと思った。それって。みこと、好きだ。これからはお試しじゃなくて、本当の彼女になってください。なる、なる、なる！その言葉ずっと待ってたんだから、私もユージが好き、大好きなの！そんなに言われると照れるな。キスして。
ちゃんと付き合った証としてそれくらいしてほしいな。わかった。この日、俺たちは長年の時を経て宿敵から恋人になった。それから時は流れ数年後。ユージ、お弁当。ああ、終わり、ありがとう。今日もお仕事頑張ってね。この子のためにも。なあ、任せろ。昨日の敵は今日の嫁。まさか宿敵だった俺たちが夫婦になるなんて、誰が予想できただろう。当時、あれだけ任せたかった相手の幸せを今は望んでいる。人生ってつくづく不思議なものだ。